こんにちは。看護医療学部の長田と申します。えっ、ー、と、今日はこの新しいピッチという場で、あの、私はとても今緊張してるんですけども、皆さんは新しい場所に行くことについて、あの、楽しみな気持ちもあれば、ストレスフルっていうこともあると思います。でもこのピッチっていう場にあの来るのに、ORF のスタッフの方がとても丁寧にいろいろ教えてくださったので、私は今、でもまだ緊張してますけども、なんとかこの場に立っています。で、この場の移行ということについて、今日は、えっと、看護の立場で、 お話をしていきたいと思います。 なぜこの移行というのが大事なのかということなんですけれども、まずこの移行というのは、えっ、ー、と、ある段階だったり、それから状態だったり、それから場だったり、そういうところから別のところに移るということを指します。例えば皆さんが、えー、と子供から大人になる、それから大人から高齢者になっていく、あるいは、えー、健康な状態から病気になったり、また健康になる、それから自宅に行って、また病院に行って、また自宅に行くっていうのことを、えっ、ー、と、移行と言います。 この今スライドは、え、生まれてから年をとって、その間にどういうふうに健康状態や生活の自立度が変わっていくかということを指しています。生まれた時は健康でも、まあ、だんだん病気になって、そして生活の自立度が落ちていって、で、死を迎えるということがあります。で、こういう時に、え、この健康度とか、それから生活の自立度が下がっていくっていう時には、何らかの手助けが必要になります。 で、この、えっ、ー、と、生活の手助けだったり、それから健康面での手助けが必要なときに、まあ私たち看護職っていうとこ、あの、職種が活躍していくっていうことになります。 で、えっ、ー、と、それぞれこの、えっ、ー、と、健康状態や生活の自立度が変わっていくときに、どこの場で皆さんが過ごすかっていうことを考えてみますと、えっ、ー、と、多くは自分のお家で過ごすことが多いと思います。あるいは学校や職場で暮らすことになります。です、あの、過ごすことになります。ですけども、まあ、病気が重かったりすると、病院に入院するっていうことになります。で、この病院に入院するっていうとき、まあ、入院するときにはもう、えっ、ー、と、病気を治すためにっていうことで、必死の思いで、まあ、入院するっていうことになると思いますけれども、この病院 自分から退院するっていう時、まあ、普通は退院するっていうのはハッピーなことおめでたいことではあるんですけれども、まあ、でもお家に帰ったら仕事をしなくちゃいけないあるいはまだ家事をしなくちゃいけないあるいはまだ病気が治りきってない状態で退院するってことになるとなかなか気が重いっていうこともあると思いますこういう退院するっていうところをいかにスムーズに移行するようにするかっていうところが今日のテーマのお話になりますで今この、えっと、療養の場の移行っていうのがとてもスピードが速くなっています 病院ににゆっっくり入院してていいいいられなないという時代になっているんですねでこの高齢者が今非常に増加していてで病気になる人も増えているで一方で病院のベッドっていうのは早々増やせないってことになると早く退院してくださいっていうことになりますそうするとまあいろいろまだ状態が不安定な時期に次の場まあお家だったりに帰っていかなきゃいけないってことになります で、退院する患者さんのほとんどは、まあ、ほとんどというか、まあ、えっと、半分以上は高齢者の方なんですけれども、高齢者の方たちは、えっと、5割ぐらいはまだ健康状態に不安を持ったまま退院するっていう調査がありますし、また、えっと、緊急地の対応だったり、家族ね、介護についての負担について、不安に思ったりっていう状態で、退院する人も4割ぐらいいるっていうことが分かっています。 具体的にどういうことで、あの、困るのかっていうことについて、ここでお示ししていきます。移行するとき、退院した直後っていうのは、まあ、入院期間が短いっていうことになると、えっと、どうしてもまだ医療の必要度が高い状態で、えっとに、退院するっていうことがよくあります。酸素を吸ったまま、あるいは点滴をしたまま、あるいは、えっと、ベッドから降りたりするのに介護が必要な状態で退院するっていうことがあります。で、これも、えっと、ご家族だとか、あの、自分がそれに対してちゃんと対処できるように、 あるいはお家をそれ用に改造したりとか、あるいはそれをケアをしてくれる方が家に来てくれるような状態で帰れればいいんですが、なかなかそれが難しいです。で、それに対して、えっと、退院支援ということが、えっと、ディスチャージプランニングというものが行われています。このディスチャージプランニングというのは、患者とその家族が、退院後の適切なケアプランを作るのを助けるために、利用可能でなければならない、部門を超えた病院全体としてのプロセスということで、1980年代からアメリカでは、えっと、保健医療機関 間の必須条件とししててて行われておりまして日本でも2000年代からかなり実施されるようになってきていますでそのプロセスとしては退院する時に困難な要因を有する患者さんを早期に特定してでそれに対して患者さん家族のニーズをアセスメントしてで必要な準備だったりとか、まあ、手配教育だったりを行う例えば点滴、まあ、をしながら帰なきゃいけないってなると家でそれをどうやってケアをしたらいいかってことを教えたりとかで それから地域の訪問看護師さんに来てもらえるように手配をするということがありますで。それがうまくいくと地域にバトンタッチすることができて、で必要に応じて、えっと、在宅ケア機関の訪問看護師さんとかがケアしてくれるということになりますで。この退院支援をきちんとすると,、えっと、退院後に状態がまた悪化して再入院するとか、そういうことがあの減らせるということがすでにあの研究で分かっています。ですけれども、こういうことが行われていても、移行期にはまだまだ課題が生じます。例えば、えっと、退院後 支援が必要な人がが誰っていうのがなかなか特定できないっていうことがあります今までの研究で、まあ、高齢の方だったりとか医療が必要な人は単位支援が必要っていうのはある程度分かっていますけどもそれでもなかなか拾いきれなかったり逆に拾いすぎちゃったりすると、まあ、なかなか対応が十分にできないパンクしちゃうっていうことがありますそれからお家での生活の様子がなかなか分からない家で、えー、と1人暮らしで例えば、えーとえー、と大きな一戸建てで暮らしてたっていうのが分かってもその家の中が、えーと すごく散らかかかっている状態なのかとかあるいは近所の人が助けに来てくれてたのかとかなかなかそういうことっていうのは、えっと、おあの病院に入院中には分からないってことがあります。でそれでまあ支援の必要性が分かるのが遅れると、まあ、地域への連絡が遅れてしまうこの人本当は訪問看護師さん来てこれた方が良かったんだけどそれを連絡したのが退院する、まあ、1日前だったみたいなことが起きてしまいます。でそうするとまあ連絡不十分で適切なケアが提供できなかったりあるいはその患者さん さんがあの訪問看護師さんと信頼関係を十分築けないっていうようなことが起きて、まあ、退院後にまあギクシャクしてしまうっていうようなことがありますで場合によっては退院後に状態が悪化してまた再入院してしまうっていうことも起きてきてしまいますでそれに対してまあスムーズな移行のための取り組みがいろいろとあの加えての取り組みがされています 一つ、入退院支援というのがあります。これ新しい取り組みです。で、これは退院支援に加えて、えっと、入院前にも支援を行うっていうことになります。で、これは、えっと、新しい取り組みなので、入退院支援というふうに勝手に名前を付けて、私が勝手に付けています。で、この、えっと、入院前支援というのが、一体どういうものなのかっていうことなんですけれども、えっと、入院する予定の患者さんに対して、看護師が、入院前にどんな生活を送っていたのか、まあ、実は、あの、 周りの人からどういうサポートを受けていったのかとか、家の中での暮らしがどうだったのかっていうことをよく話を聞きます。そして患者さんも退院に向けての不安だったり、まあ、入院の治療に対しての不安なども伝えます。で、そうすると、えっと、看護師は、入院によってこの人、えっと、状態がさらに悪化するのに、このまま家に帰ると危ないんじゃないか、何か心配なことが起きるんじゃないかっていうことをま予測をします。で、そうすると、まあ、入院中のケアをより充実させたりとか、それから、えっと、退院後に向けた準備を 準備をまさらに整えたりっていうことができるようになります。で、これがまあ円滑に行われることによって、まあ、えっとま1、あ、つ。この効果としてはえっと患者さんのえっと。 えっと、状態が、えっと、心配な患者さんを早く、まあ、入院前から見つけて、早くに支援を開始する。それによって、入院前の生活状況を把握して、ケアをバージョンアップすることができる。また、えっと、在宅ケアに早く依頼することによって、患者さんと、えっと、訪問看護師などの、えっと、方との信頼関係を築く余裕ができるっていうことがあります。 それから、えっと、退院後の支援というのがあります。えっと、これは、えっと、まあ、分かる通り、退院支援に加えて、えっと、退院した後にも支援を行うということになります。で、まあ、退院に向けて合ということで、まあ、一応退院後支援というふうにちょっとつけてみました。で、この退院後の支援っていうのが具体的にどういうものなのかということですけれども、これは、えっと、患者さん、まあ、短い入院期間で急いで退院してしまうと、まあ、医師の説明を実は受け止めきれてなかったりとか、 家での療養生活がうまくいかないですとかそれたが在宅ケアの訪問看護師さんとの間に信頼関係がまだできていないので相談できないっていうような悩みを抱えている患者さんたちがいます。でそういう方に対して、まあ、入院中から、まあ、ちょっとこの人危ないなと思ってあの心配していたりとかあるいは外来でそういう方を見つけて看護師が病状等の説明を補足したりそれから新しい生活退院後の生活に向けて支援をしたり在宅ケアスタッフとの話を 足渡しをししをたりしますでこのようなことを行うことによって安心して円滑に在宅生活に移行することができているということがありますで。このような支援については実際にえっと病院の単位支援看護師の多くが実施しているということがわかっていますし、それから診療報酬上も点数がついているということがあります。 でこのように、入院前の支援だったりとか、退院後の支援というのが、まあえっと、実際に現場で必要に迫られて、現場の看護師さんが実施するようになり、で、それが実際効果があることが分かって、それが、えっと、厚生労働省の方で、えっと、お金がつくっていうような流れができています。 で、このような、まあ、えっ、ー、と、療養の場の移行においては、ケアの継続性、コンティニエイティブケアというのが非常に重要です。で、それはどういうことかっていうと、状態や場所が変わっても、えー、適、必要なケアが継続的に受けられるっていうことです。で、これは、ケア自体が、まあ、継続して受けられる。それから、情報がちゃんと、えっ、ー、と、継続して伝わっていく。それから、えっ、ー、と、慣れた、えっ、ー、と、その人のことをよく知っている人が、引き続きケアするっていうことがあります。で、将来的に、究極的に どういうことが可能になるというか目指せるかっていうと例えば移動しなくてもあらゆる医療が家でできれば自宅イコール病院っていうふうになるっていう可能性もありますこれは、えっと、実際に例えば医療が非常に必要な状態で退院する患者さんに対して家であの病院からあの医療機材などをかなり運び込んだりモニターなども追加して家を病院のようにするっていうようなと取り組みが実際行われています。それれから情情報報については情報が全て,入ってててはが入っ掲示すれば必要 ケア治療が分かる携帯カルテっていう、まあ、このあたり本当実現できそうな感じでもあるしマイナンバー制度とかもあるんでどうだろうと思うんですけども結構情報セキュリティの壁が厚かったりとかあとは実は結構まだまだ在宅ケアの現場では紙とボールペンが主流だったりしてまだまだアナログっていうこともありますただ地域では結あの中では結構実現しているところもありますそれから、えっと、患者の健康や療養生活を継続的に支援する健康コンシェルジェっていうのも考えられるかと思います で、これは、えっと、かかりつけ医とかが本当はこの役割を担えるのかなと思いますけども、えっと、患者さんの方がドクターショッピングをしたりとか、医師も、まあ、専門医志向が強かったりってことがあって、なかなか難しいのが現状です。また、地域に保健師っていう方がいて、本当はその健康などを継続的に見るっていう人もいるんですけども、なかなか今はちょっと難しい現状があります。ですが、まあ、将来的にはスムーズな療養の場の移行の仕組みができていって、まあ、ケアの継続性が保たれて、まあ、年をとっても病気になっても、 望む場所で安心して暮らせるような社会を、まあ、私、作っていけるようにこれからも研究を進めていきたいと思いますし皆さん、お知恵やお力を貸していただければと思います。今日の発表はこれで終わりりまますどううもごご清聴ありがとうございました